水野勝国水野勝る国6月27日から1988年1月12日は日本の家族政治家中国研究者水野屋第19代当主救命国1924年11月26日勝国に改名した1928年に学習院を卒業東京帝国大学文学部に進学して 中国に関する研究を行った。外務省派遣中華民国調査員、先週大学講師、外務省在市特別研究員、北品開発会社調査局職宅などを歴任。北平に水の交換を開設し、日中外交に携わるとともに、中国各地を調査し多くの報告書、論文を執筆した。百三十九年に貴族院議員に就任。 1940年には、卓務省委員。1943年には、大東亜省委員に就任し、日中を往復すること36回に及んだが、昭和19年末に、議会出席のため一時帰国し、選挙区悪化のため再び中国の地を踏むことなく、終戦を迎えた。終戦後も1947年の、貴族院廃止まで議員を務めた。 1950年から立正大学経済研究所研究員に迎えられ、翌年経済学部助教授に就任し、教育に従事することとなった。麗卓大学では非常勤講師を務めた。大学では中国経済を中心に講義を行い、またゼミを運営した。経済発展や工業地域の構成、鉄道建設、農業発展と労働力などに関する論文を、 主に立正大学の経済学技法に執筆し、旺盛な研究活動を展開していた。修正中国研究に携わるとともに、かつて自らが議員を務めた貴族院の歴史についてまとめ、貴族院研究の基礎を築いた。父は貴族院の会派、研究会幹部の水野正。妻は長島隆二次女のかとし子。弟の広氏は大谷武次郎の養子となり、 戦後には、小区の社長に就任した。ありがとうございます。